にちは、朝倉チャンネルです。今日はマルケ州で豆類、古代小麦を作ってもらっているクリスチャンのチェチ、ひよこ豆を使ってお料理したいと思います。こちら使えばめちゃめちゃ簡単に作れます。チェチの水にひよこ豆&煮汁ブイヨンと入ってるんですが、中に煮汁が結構な量入ってるんですよ。で、これは絶対捨てないでください。これが美味しくていろんなものに使えます。煮汁の美味しさをぜひこれで味わっていただいて、チェチというものがどういうものか、どんなに旨味を含んでいるかを体感していただきたいと思います。今日はチェチのフムス、イタリア風を作ります。材料ですが、チェチの水にブイを煮たもの、もちろん初めから煮たものでも構いません。柔らかく煮てください。そしてアンチョビ、ニンニク、お好みの量ですね。ニンニクは入れるとパンチが効いてさらに風味が立つと思います。そして、わら1本を使いたいと思います。はい、早速作りますが、こちらの水煮ブイヨンを全部使いたいと思います。これ 230g 入ってるんですが、豆の方が量もちろん多いんですが、煮汁もかなり入っております。一回このように分離して、 水気と豆を水よく切った、こんなに入って、そうしましたら、こちらにオルトで漬けたアンチョビフィレがあるんですが、これを出しまして、これとこれとこれを全部ブレンダーに入れちゃって、ガーでもいいです。まあ、これも入れて、つまり火加熱しないってことですね。これね、でも加熱した方が断然旨味が濃くなるんですね。ですから今日は濃くなる方をやっていきたいと思います。で、ニンニクなんですが、ワンチョビのために少しニンニクを入れた方がいいんで、こんな感じ入れますね。で、アンチョビは、まあ、これもお好みです。お酒のおつまみなのか、朝食なのかとか、そういうので変わると思うんですけども、チェチ水に一袋に、大きいのだったら本当に2切れだけでいいんですけど、これだとちょっと小さめなんで 2.5 ぐらい入れますね。必ずね、油の中に染み込む、入れて保存してください、冷蔵庫で。はい、そしたらですね、手をつけまして、これアンチョビにまとわりついた油でこれ十分かなとも私今思いますけど、ちょっと心配な方は少し油を、これはちょっと分量がになりますが、ちょっと入れてあげます。油があるとですね、アンチョビがどん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 溶けていくんですね。ソテーになるわけじゃなくて、少しずつ溶けていくんです。火は、弱火で結構です。ゆっくりじっくり溶かしてください。この油がないと溶けてくれませんので、アンチョビをここに取り出した時に、そこに油があればもうそれで溶けます。足りないなと思ったら足してください。今みたいにいいですね。これ余熱で火を止めて、粉々になりました。はい、これでいいと思います。そうしましたら、ブレンダーを用意しまして、ニンニクはちょっと切っちゃいましょうね。そしてチェチ、入れる煮汁の量はお好みですけれども、まあ大体今日は大さじ2杯ぐらい入れてみます。そしてバラ1本、これも大さじ2杯程度、これもお好みですね、入れます。ちょっと軽く大さじ2杯ぐらいですね。そうしましたら、こちらのアンチョビの溶かしたものも入れて、入りました。これをブレンダーで、ちょっと一回開けてみて、ザラザラじゃない方が美味しいと思いますので、しっかりトロトロになるまでブレンダーかけてくださいね。あんまり水分が少ないと、これがよく回ってくれないっていうのもありますね。途中で音が変わりましたね。あの時からいい感じになりました。ダラダラ感がなくなるまでやりますね。ちょっと味見て、あ、いい感じですね。見た目もいい感じ、トロトロになって、そして食べてみて、ここで
お好きな味をに加減します。おー、これは正解です。オリーブオイルを入れてもいいですし、あとレシピによってはレモン汁を入れたり、本当のフムスは白ごまのペーストなんか入れますよね。でもいらないなって感じですね。なぜかというと節にすごく旨味があるから、これ以上いらないと思います。じゃあこれをですね、盛り付けをしていきたいと思います。一袋でこんな感じの量ができましたね。全部入れてみましょうか。これ一人で全部食べちゃいたいぐらいの旨味と、そういうなんていうの、次もっていうようなお味ですよ。ちょっとフムスっぽく、はい、こんな感じに盛り付け、飾りに板パセあればあればね、こんな感じにして、わら一本、またちょっと分量がいい、こんな感じでこんな風にパンをこれトーストしてあります。こんな感じでチェチのフムスイタリア風ができました。食べ方はですね、このパン、トーストしてあるんですけど、これにニンニクをちょっとこう、こすりつけと、ね、一箇所に、一回だけにしてくださいね。ここに、このフムスを、こんな風に乗っけて、バクッと食べるわけなんです。とても簡単で、もうブレンダーさえあれば、ガーッとやってすぐできますので、もちろん、明日とかまでは大丈夫だと思います。だんだん味は変わってきますので、なるべく早く食べる分だけ作るのがいいのかなと思います。今日も朝倉チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら登録お願いいたします。